い。それでは新しいお話いきます。Number one。もしかして読める人は一緒に読んでみてください。読めない人も先生が言っているところを指でなぞっていってごらん。最初の一文字が何のアルファベットかわかればそれはそれで素晴らしいと思います。いくよ、せーの。Fred and Meg are in Meg's library. They cannot swim today because it is raining. はい、They cannot swim today. どういうこと？Today これは今日っていう意味。初めて出てきたかな。今日は彼らは泳ぐことができません。どうして？Because どうしてかっていうと、it is raining。その時、knock knock knock ドアにノックの音が。はい、次せーの。Who is at the door？ 何 ？Who？ 誰？だったよね。A mailman。郵便屋さんです。次覚えるとこだよ。せーの。They get a letter from Grandpa George。まあ、もうみんな意味これわかってるよね。夏休み最後に渡すこのテキストは今までの総復習です。彼らは、メグちゃんとフレッド君はね、get a letter。お手紙をゲット、受け取ったんです。from は誰々から、何々より、グランパジョージからのお便りを受け取ったんです。次は お手紙の内容だよ。Dear Fred and Meg, Now I travel in my camper. ちょっと難しい単語なので余裕がある人だけ。travel。これは旅行をする。発音に気をつけてね。traa が入って、下、唇を噛んで、well。最後は下の先っちょに、違う、下の先っちょが上の歯の裏側。travel。旅行をする。in my camper。キャンパーっていうのはキャンピングカーです。せーの。I drive to Canada this summer。drive は運転する。だからキャンパーを運転していくんだよ。to 矢印どこに向かって？カナダに。もし世界地図がある人はね、アメリカ合衆国の中のフロリダっていうところにグランパジョージが住んでいるんです。それ見つけて、で、どこにカナダの国があるかなっていうのを見つけてごらん。そこずーっとキャンパー、キャンピングカーで旅していくんだよ。その途中にニューヨークがあると思います。ニューヨーク州。そこにフレッド&メグが住んでいるからね。はい。This summer はこの夏、今年の夏。もう一回この文章、せーの。I drive to Canada this summer. で、さっきも言ったように、ニューヨーク州はその途中にあるから、I come to your town next week. うん、サニータウン。来週、君たちの街に来るよ。Wow. で、最後に、See you soon.これはね、See you soon はすぐに会いましょうねっていうこと。先生もみんなに2週間会えないのは寂しいけれども、まあでもあっという間に終わるよね。夏休みが終わって See you soon すぐに会えるといいです。はい、次。Meg and Fred are excited. これも復習だね。何 excited? ドキドキワクワク興奮している状態。はい、Number 2.せーの。The children get the next letter from Grandpa George. 何 next? そう、次のお手紙をまたゲットしました。Dear children, now I am camping by a river. 何 by? そばにだったよね。今、川のそばでキャンプしているところ。次せーの。I can catch many fish and crabs. うん、クラブが初めてかな。カニさん。川の中にもカニがいるよね。美味しいサワガニが。だからたくさんお魚、それからカニを捕まえることができるんだよ。で、次覚えるところ。I にちょっと線が引いてあるでしょ。そこからクックに飛んでいいからね。覚えるところはね。読むのは全部いきます。せーの。I make a fire and cook delicious soup for dinner。まあ、火を起こして、
cook delicious soup, 美味しいスープを料理するんだよ。for dinner, 夜ご飯に。I からクックに飛んで一回読もうか。せーの。I cook delicious soup for dinner. じゃあ私はランチ、お昼ご飯に美味しいパンケーキを作るのよ。だったらせーの。I make delicious pancakes for lunch. はい。で、次はね、letter、お手紙じゃなくて、postcard、はがきが来たんです。全部読みよ、ready go. The next day, Meg and Fred get a postcard from Grandpa George. お手紙に返事を出すことはできないよね。相手はキャンパーで動いてるからね。もうもらうばっかりです。はい、こんなことが書いてありました。I am on a beach. 今度は川じゃなくて、どこか海岸に来てるんだね。次せーの。I buy lunch.And eat it at the picnic table. Bye, 久しぶり。そうよ、買う。今回は自分でお料理するんじゃなくてお昼ご飯を買って、そしてそれを食べますよ。意外と分かってないのが、この eat の次の it。it というのはそれって意味なんだよ。それはとか。何のこと？この場合のそれは。Of course, もちろんランチのことです。だからお昼ご飯を買ってそれを食べるよ。どこで？キャンパーの中で？うん、at the picnic table。ほら、ビーチにあるカフェとかって外にテーブルが出てたりするじゃない？パラソルと。そこで食べてます。いいね、優雅だね。せーの。I read books and newspaper.食べながら本も読めるし。はい、ニュースペーパー覚えてください。新聞です。ニュー、ズ、ズってなまるからね。ニュースペーパー。はい、次せーの。I see many children and I hear the waves. I see many children わかるね。たくさん子供たちがいるのが見えるよ。hear は？うん、聞こえるよ。wave というのは波のこと。だから波の音が聞こえている。気持ちいいだろうね。爽やかな風、それから波の音、美味しいランチ、好きな本を読んで。 Wow, that's the summer vacation. ではテストします。 Number one. 彼らは今日は泳ぐことができません。 Okay, they cannot swim today. どうしてかっていうと雨が降ってるから。Right, because it is raining. つなげるよ、せーの。They cannot swim today because it is raining. じゃあ、誰は？はい、who? 彼らはお手紙をゲット、手に入れます。もらいます。ここまで。はい、they get a letter. 誰から？ Grandpa George から。From Grandpa George. 全部つなげてせーの。They get a letter from Grandpa George. はい、僕はカナダまで運転していくよ。I drive to Canada. で、この夏、今年の夏。This summer. もう一回 ready go. I drive to Canada this summer. すぐに会おうねは。see you soon. じゃあ、興奮している状態。excited. 先生ももうすぐ夏休みだから、I am very excited. はい、number two. 僕はたくさんのお魚と、それからカニさんを捕まえることができるのだ。well done. I can catch many fish and crabs. 僕は夜ご飯のために美味しいスープを料理するよ。Great! I cook delicious soup for dinner. じゃあ、はがきは？うん、postcard。はい、僕はお昼ご飯を買ってそれを食べるんです。それって気をつけてね。Excellent! I buy lunch and eat it. It だよね。どこで？ピクニックテーブルで。場所を示す、ちっちゃい場所を示すときはね、at を使います。
So, at a picnic table. つなげるよ、せーの。I buy lunch and eat it at a picnic table. あー、これがしたくなった先生、これしたい。はい、新聞は ?Newspaper。僕はたくさんの子供たちを見るよ。Okay, I see many children. そして僕は波の音を聞くのだ。Yes, and I hear the waves. なんか眠くなりそうだね。もう一回全部せーの。I see many children and I hear the waves. いいじゃない?お昼ご飯の後ピクニックテーブルでこっくりこっくり眠るのもね。はい、では2週目いきます。Number 3。一緒にもう読める人いるでしょう。いくよ、せーの。Meg and Fred get the last letter.今回の最後のお手紙ね。もうこの次にはきっとグランパジョージ、サニータウンに着いちゃってるから、これが最後のお手紙です。内容は、Ready go. Dear Meg and Fred, I am in a big city. City というのは都会、都市。東京とかね、横浜とかね。はい、次せーの。I see beautiful pictures in the city museum. これ覚えてね。City Museum 市のミュージアム、まあ都のかもしれないけど、ミュージアムは美術館とか博物館です。だから茅ヶ崎 City Museum もあるよね、茅ヶ崎市立美術館もね。僕は市のミュージアム美術館で美しい絵を見るよ。たまにはこういうことみんなできるといいと思います、先生。はい、次せーの。I buy postcards for Meg. なんだっけ、postcard。そう、はがき。ほら、美術館に行くとそこに展示してある綺麗な絵がそのまんまはがきになってお土産コーナーで売ってたりするじゃない?それを buy は、はい、買う。for Meg。メグちゃんのために。メグは絵好きだからね。はい、次せーの。I have something special for Fred too. これ覚えなくていいですよ。something special は特別な何か。Fred 君にはポストカード買わないの?かわいそうじゃんと思ったかもしれないけど、僕は Fred 君にも、Fred にも特別なものを持っているんだ。なんだって。次、Ready go. It is your birthday present.おー、フレッド君のバースデーは、サマー、夏にあるんだね。はい、次せーの。See you on your birthday, Fred. すっごい。フレッド君のバースデーに合わせて、サニータウンにやってくるつもりなんです。かっこいいね、グランパジョージのやることは。はい、number four。せーの。Today is Fred's birthday. いよいよ今日が Fred's birthday。Ready go. Grandpa George is in Sunny Town. あ、来てるんだね、もう。Ready go. Grandma Ann and Meg make a big cake and invite Grandpa George to the party. Invite が初めて。招待するっていう意味です。で、これ長いでしょう。見ながらでいいからこれ全部読めた人、授業中にね。もうお菓子いっぱいあげちゃう。もう一回やってみようか。読めない人も最初の頭文字だけ分かって手で折っていけばいいよ、指でね。ゆっくりいくよ、せーの。Grandma Ann and Meg make a big cake and invite Grandpa George to the party. Wow!すごいと思います。できた人がいたら。はい。次、グランパジョージのセリフだよ。Here is your birthday present, Fred. ほら、お菓子をあげるときに Here you are って言うでしょ。Here はここって意味なんですよ。だからほら、ここに君の birthday present あるよって渡してあげたの。何かな? It is a large, heavy box.Large, L サイズだよね。大きい。Heavy はね、重たいっていうこと。大きくって重たい箱なんですね。What is in the box? このまま覚えてね。Who はなんだっけ?誰でした。What は?そうよ、何?何が箱の中にあるんでしょう?
かけてみたら、Everyone is surprised. 何 surprised? そう、びっくり仰天。みんなびっくりです。じゃあみんなドキドキワクワクだったら、せーの。Everyone is excited. ね。どうしてかっていうとね、They find a big telescope in the box. ちょっとテレスコープなんて難しいかなと思ったけど、天体望遠鏡、望遠鏡のことだよ。はい、find は何だった？見つける。彼らはね、インドボックスに何を見つけたの？大きな天体望遠鏡を見つけたから、surprised、びっくりしたんだね。次、せーの。They go to the Sunnyside Hill in Grandpa George's camper and watch beautiful stars. これはちょっと難しすぎるけど、今にみんなこれ読めるようになるからね。Hill って何だったっけ？うん、丘。Sunnyside Hill っていうのは確か、女の子対男の子で、サッカーのドリブルのほら、コンテストしたでしょ、レース。あの出発点がサニーサイドヒル、丘だったよね。そこに行ったの。何に乗って？グランパジョージズキャンパー。そう、グランパジョージのキャンピングカーにみんなで乗って。そして、watch beautiful stars。もちろんこのテレスコープを使って綺麗な星を見ました。なんて素敵なバースデーでしょう。ではテストします。Number 3。僕は綺麗な絵たちを見るのだ。ここまで。Right. I see beautiful pictures. どこで？市の、その、都かもしれないけど、大きな町の、都会の、なんだっけ、博物館、美術館で。Yes, in the city museum. つなげるよ。Ready, go. I see beautiful pictures in the city museum.僕は、はがきたちを買うよ、めぐちゃんのために。Right, I buy postcards for Meg. はい、number four. 招待する。invite. じゃあ、重たい。heavy. 箱の中に何があるのって聞いてくれる？うん、what is in the box? じゃあ、部屋の中に誰がいるのができたらすごい。Excellent. Who is in the room? もうできるね、いろいろね。はい、みんなはびっくり仰天です。Everyone is surprised. 彼らは大きな天体望遠鏡を見つけるのです。Okay. They find a big telescope. で、箱の中に In the box. 全部つなげてせーの。They find a big telescope in the box. Good job, everybody. 全部の単語が読めなくても、例えば box だけが読めるとか、あとは party がなんとなく読めちゃったりとかね。パで始まって、e、t で終わるしね。そんな風にして少しずつ、できる、読める単語を見つけてきてください。OK? それではまた明日。バイ。